こんにちは動画ファンの成田です今回はインターネットブラウザ Chrome を使って縦長のページを拡張機能やソフトを使わずにスクリーンショット撮影する方法についてご紹介いたします。えー、インターネットで 何か特定のページを開いた時にその開いたページをすべて丸ごとスクリーンショット、えー、画像で保存したい時、えー、Chrome では一般的なのは拡張機能というものをインストールして撮影したりであるとかあとはパソコンにスクリーンショットのソフトをインストールしてそういったものを使って保存するというのが 一般的でではなないかなと思うのですが実はこのインターネットブラウザ Chrome ではそういった拡張機能やソフト使わなくてもこの Chrome だけで縦長のページもスクリーンショット一発で撮ってしまう方法がありますので今回はそんな裏技をご紹介してまいります。 対象のページ、インターネットブラウザ、Chrome で開いてみてください。ではですね、えー、とこの解説の一つ前にやった解説、えー、動画の編集、YouTube で、えー、動画をカットする方法というのを1個前に解説したんですが、このページを実際に Chrome でスクリーンショット撮っていきたいと思います。対象のページ、インターネットブラウザ、Chrome で開いてください。開きましたら右上のこの点点点というところ Google Chrome の設定というボタンですねこちらをクリックしますそうするとこのようにメニューが開きますのでこの少し真ん中より下にあるその他のツールこちらにカーソルを合わせますそうするとさらにメニューが開きます一番下にデベロッパーツールという項目がありますこちらをクリックしてください。はいそうするとこんな風に画面が分かれると思います私の場合は左側に元の 画面が表示されて右側にちょっとこう難しいようなコードが書かれていたりとかこういう表示が出てまいります。えー、上半分が元のページで下半分にこういう表示が出てくる場合もあるかと思いますがこんな風に2分割されて元の表示コードの表示という風になるかと思います。でこのコードみたいなのが書いてあるこちらの右側ですねこの 一番上のここです、えー、トグルデバイスツールバーと書いてあるこの四角が2つ並んだようなアイコンこちらをクリックしますそうすると左側の表示がちょっと変わりましたこうモバイルで開いたみたいな表示になっているんですけれどもこのような表示になって上にこんな風に表示が出ております で、えー、とこれがレスポンシブと書いてあるんですけれどもこ三角クリックすると、えー、ギャラクシーに変え,れ変えたりとか iPhone に変えたりとか iPad に変えたりとか、えー、デバイスを選ぶことができます。またこれサイズですねサイズも変更することができます。えーズーム 今100%ですけれども、えー、表示を大きくしたり小さくしたりすることもできます基本的にはこのレスポンシブとかここのサイズでもってサイズ変えることができるようになっておりますこの横の M にしたり L にしたり、えー、タブレットにしたりここでも変えることができますねこんな風に、えー、サイズを変えてあげることができますでは今回は一番初めの えー、標準で表示されるデフォルトのサイズですねモバイル s 320ピクセルこちらでいきたいと思いますサイズ決まりましたら今度はこのこの左側の表示の右上にある点点点モアオプションズというこちらをクリックしますそうするとまたメニューが出てまいりましてこの中に キャプチャーフルサイズスクリーンショットという項目があります。こちらをクリックします。そうすると、ちょっと待っていただきますと、はい、このように、この今表示されているもの、保存しましたということで、保存してダウンロードしましたということで、こちらに表示が出てまいります。ではこちら、ちょっと開いてみましょう。 えっとフォルダは私はダウンロードフォルダを、えー、デフォルトで設定しているんですけれどもこちらを開いてみます。えー、っと Windows フォトビューアでちょっと開いてみました。こう縦長なのでこう随分と細長い表示になってしまっておりますけれどもこれで拡大したりすることができますね。でこのようにマウスでこう上下させてあげると全ての ペーージの内容ががスクリーンショットでで保存されていいるることと確認できるかと思いますちなみに、えー、この「モアオプションズ」から「キャプチャースクリーンショット」と書いてあるこのフルサイズの上のやつですねこちらを選択いたしますと今表示されている部分だけをスクリーンショットで撮影することができるようになっております。 実はこのように拡張機能や特別なソフトは使わなくても、えー、表示されているページ全て、て丸ごとすべてのスクリーンショット撮影することが可能となっております。えー、Chrome 愛用されていらっしゃる方はぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。